あいやーおーおーさあ、ウィーラップやっていきます。やっていきましょう。あ、次回あ、じゃ、だなー次回だよー。よし、やっていきましょう。僕ね、ちょっと今回のボックスドロー引いてたんですよ。だなー。前に引いたやつだから何をやってたのか覚えてないんだよな。あ、来ました。遊んでんなー、おい。だなー。だよー。いや、このボックスドローね、ちょっと僕の結果をぜひ見ていただきたいんですよ。だから沼から抜け出したらしいじゃないですか。はい。まあでもこれはジーコよりも、どうした、前にジーコよりも前に引いたやつですよね。引いたやつ。お、いきなり引いたぞ。早いな、こいつ。早いな。あ、これまた休憩中に引いてるから。あ、そういうことね。安定の金玉スタート樹海です。はい。いや、さあ、ほんと金率ね、やっぱ俺高いんだよね。銀より金の方が出るから、うん、で、こんな感じですね。はいはい。僕普通に一人でガチャ引いてるだけ全然止まんないんだよね。めっちゃ早いやな。めっちゃ早い。こっからが早い。でも早いな。いけ、銀ですね。はい、2回目は銀。訪れしてんの、なんかエメルハルフル早いな、まあ、かなりずれるね、確かに音、うん、なんでねえ。めっちゃずれてる。あ、ちょっと編集でなんとかしとくわ。あ、いやー、おーおー、あらー、イカルティー、イカルティーやすげー。いや、俺いいじゃん。もうほんとヘディングができるフォワードがこれでやっと入ったんだよ、うん、そうだね。めっちゃ嬉しかった。え、てかイカルティって、うん、注目選手、イカルディどこだったかな。俺いったよ、もうあのキーパー持ってて、ハンドノビッチ、ハンドノビッチと、あと誰だったかな。あ、とりあえず行きましょう。行きましょう。じらすなよ。意外とじらしてきたな、今。今じらしてきた。どうしたんだろう。課金するのに躊躇し始めたか。おお、バレたね。いや、訪れ半端ないから、なんか先にドン出ちゃうんだよね。てか、なんかどんどんずれてる気がするな、これ。どうなってんだこれ。どうなってめっちゃ来たな、これ黒。俺、あれめっちゃびっくりしたんだよね。ずれる。で、金だから。フランチェスコ・アチェルビ。さっそで早いな、展開が早いだろ。で、これで次が、うん、フィナーレですね。え、まさか。私、樹海、本当に沼を抜け出したんですよ、これで。まさか。さあ、ぐわー、おー、確定演出。滑るなー。え、誰だ。バカだ。マジ欲しい、俺。あれ持ってないっけ。あれ、2017は持ってんだけど。あー、そういうことか。18持ってない。いや、ディフェンスペースすごいね。やばいね、これ。もう速攻スタメンに入れましたよ。結構もうスピードもあるんで。はい。いや、いいなぁ。いや、なんでね、ほんと6回でまさかの黒玉2つというね。すげえじゃん、これ。いや、神引きしました ね。いや、ほんとこれは良かった。いや、引くか悩んだんだよ、なんか。あ、今回正直ボックスドロー、あの前回のスペインドとかに比べると、うん、ちょっとだけ引いてみようかなと思って引いたら、まさかこんな感じだったんでね。まあでも、 そのぐらいがいいと思う。がっつり引くってよりはやっぱガチャのあれ見てね。いや、俺もそんなね、うん、今回のイタリアガチャはそこまで引こうって感じはなかったから、ね、まあ10回で終わったんだけど。で、ここで私10回がですね、はい、チームマネージメントの方からスカットを、これ結構前ってことだよね。まだツアーポイント入ってなかった。これ結構すげえだよね。めっちゃ上がった。 43.9 まで上がりましたね。あ、やはり。あ、そう、イカルディとだよ、ね、ハンダノビッチですね。そう、イカルディ注目選手だと思ってた。そうで、俺さ、40超えスカットまだしたことなくて、うんうんうん、で、今回やっぱ勝つと2300-2400ぐらい入ったりとかするから、だからね、周回しやすいし。そうそうそう。てか、スピードも87結構高い。ただね、メルテンスさんがね、なぜかセンターミッドに置かれてるという現実ですね。無理やりぶち込まれた感じですね、これ。で、これサブにベッカムいるから。やばいな。てか、心臓はちょっと高すぎない、これね。うん、そうなんだよ。そこがちょっとあれだよね。うん、そう、だから敵もね、やっぱ結構強いんだよね。ジョルジアルバ、これ。そうそう。これとか絶対もう外した方がいいよね。うん、だってスカット低いし。
まあ、このあたりはまたね調整をして、うん、今現段階でやってるという感じ。まあ、とりあえずスカット評価はこのぐらいだよっていう感じで今はい見てる、ね、とりあえずマックス値が 43.9 ですね、うん、いや今回本当良かったです。いや結構だって俺が40あ40じゃない36くらいだから、うん、これ回りやすかった。おっどうした、うん、まあということでね、はいはい、ということでね、いやこんなガチャも引いてましたよということで、まあ、イベント始まった瞬間にやっぱね、うん、いかに注目選手を出すかっていうのがこのボックスドローの、はい、あのいいところですんで、それでやっぱツアーイベントにね、そう望み方が変わってくると思いますんでね、まあ一緒に撮れないときはまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。すげえバカ動いてるめっちゃ動いてるな俺。何やってんだ、めっちゃスカウトをいじってるな